すいません失礼いたしました、配信が消えちゃったみたいで、多分僕の通信環境のせいだと思うんですけど、さっきの直後ですね、再開いたします。とりあえず行く場所がわからないんで、ナースステーションかなって感じで行こうと思ってますけど、いないや誰も。たまにでもこういうの調べた方がいいんだよな。ないっぽいな。じゃあなんだ、基本的にでも誰かに会えばいいんだよな。人が多いところに行くか、気をとりあえずは。入院できるかどうかというか、入院するかどうかは担当の医師が決めることなんだよね。この辺歩き回っても特に何にもエンカウントしないっぽいな。はあ、そいつあれじゃね、黒いシャツにネックレスつけた医者じゃね。局に行くの言ってたか、そんなこと。まあ珍しくヒントをくれたからありがたいけど、毎回くれよ。たまに配信切れるんだよな。OBS の設定をいじくったら多少マシになるのかな、その辺も。じゃあ2階かな。事務室があるんだよな、2階に。ここだっけ。あ、そうだったっぽいな、読み込んでた。あ、先輩、聞いてくださいよ。どうした。僕、先輩の助手なんですよ。ほら、これ。ああ。なるほどね。あの、出雲ってやつは、あの、いいやつか悪いやつかだと悪いやつだけど、だからといってお前もズリには乗るなよ。楽勝とか言うの手術だぞ。そんなことはどうでもいいからちゃんと学べよ。あとだから、出雲とトラブらないように食いさしとけよ。あっちはあっちで完全にコミュニケーションが取れないやつなんだから。まあ確かにこいつの前で失敗したら完全に舐められそうだからな、こいつには。まあそんなことより手術だから失敗するなよ。あ、同じこと言ってら、舐められると思うよ、あいつには。桜庭くんが飛び出していったけれど、どうしたの。あいつはああいうやつなんだよ。そうなんだ。なかなか明るい子でよかったじゃない。まあ、暗いよりいいんだけどさ。いや、問題結構あったろ。でも完全に杉田先生をバカにしてたろ。裏を持っているもんだぜ。ああ、すいません、さすがだな。お前はその辺まで読んでたか。そういうものなの。ああ、俺にはわかるね。匂いっていうか、雰囲気でな。お前にはわかるのか。お前お坊ちゃんじゃん。
スマ君すぐ人を疑うから考えすぎだってば。いやでも桜庭についてはアスマの方が多分そうだといいな。そうだな、そうだといいなぐらいでいないとダメだな。お前行かなくていいのか。あんな研修生に自分のクランケ任せしまって。ほらアスマちゃんとしたこと言ってる。いってらっしゃい。全体的にあれだな、1話目だけだなアスマのことを疑うようになってたのは。基本的にはアスマ常識人だな。あ、違うな、こっちじゃないよ。40いくつって言ってたな。あ、第一ビルトの方なの。多分ここの地理に慣れることずっとないだろうな。これ終盤になったら上の階も行ったりすんのかな。あんまり見ないモブの人がいるな。なんか探してたこと伝えたみたいだな。あー不安だよね。不安に思うのが当然だよ。今気づいたけどモブの人みんな同じ方向向いてるな。ひまわりがあの太陽に向かって咲く的なあれかな。そうか、千バズルみたいなグラフィックがあったから、あの人たちのお父さん前の話に出てきた人かな。なんでケンケの話してるの急に。私はまだバリウムを経験したことがないのでね。ああいいんじゃない、別に誰にでも話題にできることですからね、天気のことってのは。ここだったか。なんやこいつ。おお、なんかトラブってんな。わ、落ち着いてくださいよ。いいっていい冗談と悪い冗談があるんや。あんた患者のこと何だと思ったんや。なんかやらかしたっぽいな。あ、先輩、僕本当のことを言っただけなのに、この人急に怒り出しちゃって。うん、とりあえず怒った、怒らせるようなこと言ったのか、お前は。おお。この若造がわしがガンやよんや。ああ、なるほどね。胃潰瘍で入院しとんのに冗談も下手くるまるかい。なんで勝手に言ったお前。でも本当のことなんですよ。胃潰瘍ってそれは多分嘘ですよ。やっぱりやらかしたじゃんこいつ。だって僕のカルテにはちゃんとガンって書いてますよ。こいつ本当に研修医か。このが落ち着いていられるか。その人を見下した言い方も腹が立つない。そうだな。だって本当のことですから、僕悪いことしてませんよね先輩。一回廊下に連れ出してぶん殴った方が良くないかこいつ。一回廊下に連れ出して、あー殴る、ある。目の前で殴るのはダメだな。一回追いやろう。まあ後で殴っとくからね、ちゃんと2、3発。あんな若造にわしの体は預けたで。まったくですな。わしは別の病院に行った方がええかもしれんな。
そうです、私を信じてください。そうなんか、ほな、まあ、しゃあないわな。せやけど、わしは納得せんで、先生。わしがガーやなんて、嘘やろ。まず検査結果を見ないとですね。ああ、ちゃんと告知するんだ、ここで。そうですね、ここは謝っとかなきゃダメだね。ガーン、わしがガンかいな。そうです、私が切ります。私があなたを切ります。はい、私が切りますから。ガーン。まあそりゃそうだろう。わざとやってるとしたら、あいつがいくらなんでも破滅的すぎるから信頼が誤差があった。なるほど。一応説教してんだね。僕は知りませんよ。お、こいつ言いやがったな。対人の仕事やってるのにそのセリフ言っちゃいけないだろ。僕たち外科医は切ればいいんですよ。なぜ患者のご機嫌まで取らないとならないんですか。もうこいつなかなかのもんだな。やっぱここ誰も見てないから殴らなくていい。蹴りを入れろ。それは。おお、言うね。なるほど、そこも言ってみる。違いますよ。ただ今のところそう疑われても仕方がないな。おお、言ってよく言った。では今回執刀する肝臓がんのクランケ妻キイチさんのミーティングに入ります。頼む。今回発見された肝臓の腫瘍は3箇所。最初は1箇所と確認されていましたが、それより重かったんだな。桜庭、返事をしろ。まあ、出雲も分かってんな、これは何があったか。何ですか。お前、杉田先生の話を聞いているのか。そうだぞ、お前ちゃんとしろよ、本当に。聞いてますよ。主要ですよね、3つって。オペ前に浮ついた気持ちでいる医者がどこにいる。別に浮ついてなんかいませんってば。僕は元気です、いつも通り。こいつだからやっぱリスペクトがないんだよな、上司に対する。そうですよね、先輩。まあいつも通りなんじゃないの。まあいい、説明を続けてくれ、杉田先生。さすがに出雲感づいたか。はい、それでですね、腫瘍を摘出するのですが、もう場所は確定されていますが、はあ、これは大体です。なるほど、切ってみないと分かんないって話か。肝臓内で探す必要はありますので、探すだけであまり時間を取られないように気をつけてください。確かにそれは俺の弱点だな。腫瘍発見と同時に的確に切り取ることが重要だ。癌の進行を侮るなよ。分かったよ。若干あれだな、出雲も柔らかくなってるな、うん、物腰が。下っ端同士で心もとないってことで、私も助手として参加することにはなっているが、
くれぐれも私に切らせるな。自分の患者だ、自分で最後までやれ。いいな。お、全然言い方が違うじゃん、この間と。若干仲良くなったんかな。桜葉が使い物にならないようだったら他のもので代用するが。いや、さすがにまだ初めてなんでね、こいつに見出してやってくれ。そうですね、僕でもできるってところを見せたいですからね。まあだから自分を売り込むんじゃなくて、ちゃんとやれよ。それでは頑張ってください。3箇所か。最初の頃にやったやつに近いかな。じゃあ、ああでもこっからか、切開してがんを切除しますところからか。なるほど。じゃあ多分今までやった中だとあんまり似てるのがないな。どっちにしろやってみなくちゃだ。よし、人を切らせてもらうぞ。了解です先輩、準備整いました。よし、まあとりあえず中でいくか。あんまり切りすぎてもしょうがないが、切らなすぎても見つからなそうだしな。あの暗いの、黒いのだよな、これだな。とりあえず1個切除。はい、うん、そういう同じのありがたい。あと丸と四角が見づらい。ほくろ系だよな。あとあれか、よし、 R1 か。油断してたな今、指かけてなかった。 FPS みたいな持ち方しとこう。あともう一箇所あれかな、皆さんの画面で見えてるか分かんないけど、あ、合ってるっぽいな。明るさがね、皆さんの画面の方が暗いと思うんで、ギリギリ見えましたね俺のテレビ画面だと。R1 押しづらいな。はい、綺麗にできたんじゃない。そうだね、いやまだ甘いぐらいだよ。ドクターとして様になってきたな。おう、ありがとうございますと言っておこうか。相変わらずか、かなりあれぞ、気使ってくれてるぞ多分こいつなりに。相変わらずも何も、私はいつもこうだがね。まあそう言うよね。見た目はドクターでも腕はまだまだ半人前。お前も桜葉もだ。そうですね、常に我々は腕が未熟なままですからね。ここ日本じゃ何人切ったかで評価されるようだが、何人切ったってダメなものはダメだ。全く。ところで向こうでひねくれてる桜葉をつまみ出しておいてくれ。ほう、なんか卑屈になってますか。
実際開けてみたらやっぱり腫瘍が3つもあった。うわこいつ何も分かってねえや。腫瘍があったんだ。ガンってはっきり言っただけだ。大丈夫か、分かってないとかじゃなくて、どっちかっていうと精神的なものじゃないか、こいつのは。正しいことをしたんだ。あ、僕は戻りません。そうかい。拗ねてなんかいませんよ。拗ねてないんで、冷静にそう言ってるんだったら、まあ先輩として言えるのは医者辞めた方がいいよってだけだな。先輩は大人なんですね。どういう意味で？お前その自覚があったんだ。年齢の自覚は。そういう意味じゃなくてですね。いやでもそれは大切だぞ。あーいいね。なかなかいい言い返し方だ。僕がですか？そうだよ。お前何しに来てんだよ。なるほど。先輩の下のさらに下が僕。そりゃそうですよね。研修ですもの。やっぱこいつ立場的なものを気にしてるな。へえ、僕は関係ないですよ。いやお前はだって後輩だからさ。それは。はい。何でしょう。謝らなくていいんじゃないか。多分こいつ冗長するぞ。ナースステーションな。これ2階か。階段で行こう。だいたい3階のナースステーションだよな。あ、でも第3病棟だな。あ、ナースステーションは第1病棟のナースステーションじゃなきゃダメなのね。それともあれか、第1病棟にしかナースステーションがないのか。なんか各病棟にあるイメージでいたけど。あいつでも根本的に分かってないから、あいつに理解できるように諭してやるか、あるいはもう本当に医者を辞めた方がいいときっぱり言わないとダメな気がするんだけどな。了解です。ああ時和さんお久しぶりです。ああ先輩こんなところにいたんですね。探しましたよ。いやお前ナースステーション行くっつったかな。須磨さんのオペ結果レポートをまとめていてわからないところがあって。ああはい。あ、時矢さんこんにちは。あら桜庭先生こんにちは。仕事はもう慣れました？はい、先輩にはよくしてもらっています。まあ一応外面はよくしてるなら。いろいろありますけど勉強になりますよ。なんだかんだ言ってうまくいってるみたいですね先生。そうだね、そうなんじゃないの。あの教授はどんな人でもひよっこだって言いそうですもの、ね、そう、あの人自分もそうだって言ったから、ね、その点は偉いですね。小林普通に話してたじゃん。そう。え、それって意外すぎ。いや、それが小林の才能だっていうのが分かった話でしたよ。特技だなんて小林先生に悪いけど。いや、あいつは人に対して、ね、特に区別せずに等しく話せる人なんで。アスマ先生だとそうですよね。この前も出雲教授とも似てましたし。まあアスマが常識人で
出雲が非常識人なだけだけどな、あれ。会わない人は会わないんですから仕方ないですよ。でも仕事だからそうは言ってられませんし。そうですね、我々はプロですからね。違う人とはお互いなんとなく分かりますしね。じあ、いえいえ、僕お邪魔でしたか。邪魔だなんて気にしすぎですよ、桜庭先生。そうですか。でもお二人ともとってもいい雰囲気でしたから邪魔かななんて。そう思ったなら外に出ててくれ。そんな。それでは私仕事に戻りますね。矢島さんに怒られちゃう。多分あれだな、ルートがあるとしたら常盤ルートと、あとあの人ルートか、あの製薬会社の営業さんか、はい、名前忘れてしまった。先輩、あの言い方はダメですよ。どう見たって常盤さん、先輩に気があるとしか見えませんよ。それはお前、あれヒロイン顔だからじゃないか。もしかして先輩、気がついてないんですか。というか単純に仲がいいだけだっていう感じだったからな、今までの話だと。先輩って意外と頭が固いんですね。看護師と医者のカップルって多いんですけどね。常盤さんって可愛いし、僕だったら速攻ですけどね。なるほど、手出そうとしてるのか。僕のことじゃないからいいですけど、そのうちアスマ先輩に取られちゃっても知りませんよ。それ微妙にアスマをバカにしてるだろ、お前。そうだぞ、そこはちょっとちゃんと言っとけ。こいつ明らかに先輩とか上司へのリスペクトがない。で、医局に行ってって話か。やっぱりみんな同じ方向向いてるな、今気づいたけど。座ってる人はそうじゃないんだけど、立ってる人は全員絶対同じ方向向いてんだかな。ちょっとロビーのモブキャラ見てくるか。あ、そうでもないな。あの人はあっち向いてるけど、あの人はあっち向いてるわ。多分あれだな、縦軸で4方向ぐらいしか向けさせてないんだろうな、モブキャラを。そうっぽいな。で、そうすると4方向しかないから、立つ場所によってはああいう風に同じ方向を見てるようになっちゃうのか。まあシンプルシリーズだからな、フルボイスでってこんだけ頑張ってるんだから、ある程度あらは多かったりはするわな。あと先輩に言われたのはこのフロアの、微妙にあれだな、話が進んでるんだな。402号室カトリさんのカルテか。この人は、ああ、まだ任せてんのね、試しに。確かにこの検査結果なら先輩の所見もまあまあってところから。やっぱりバカにしてんな。でもこの程度なら薬でも治るんじゃない。入院は必要ないよね。まあいいか、僕関係ないもんね。さっさとカルテを先輩に届けないとね。そうだね、それはあなたが判断することじゃない。だから心配ないってば、いちいち来るなよ。羽鳥さん、だって入院なんて言うからびっくりしちゃって。もう心配しすぎ、いいからもう帰って、邪魔だから。冷たいな、羽鳥さん。何？だってこの前私のことが、お、揉めてるぞ。あー、もうお前と話してると余計に悪くなるってば。いいからあっち行って。
ずいぶん邪険にするね。もう来なくていいからね。あんたのこと嫌いだから。ずいぶん嫌いついてるね。ひどいわ。入院のストレスですか。最低。ああいうやつ長生きしないね。ああいうやつの方が長生きするんじゃない。あの人が加藤さんか。先生、俺の担当の人。はい、そうですよ。お、嘘ついた。よろしくです。これはまた問題だな。それで、俺って何の病気？検査結果そろそろ出てるんでしょ？それがですね。ああ、ま、こいつは最悪だな。胃のところなんですけど。ガン？ガンってあのガン？何なんだこいつ本当に。そうです、あのガンです。やっぱ精神面で問題があるだろこいつ。ショックで寝込んじゃうかな。まいったな。俺これでもまだ若いんですけど、本当にガン？やっぱそういうのって年寄りの病気じゃない？そういうわけでもないですよ。あれ、思った反応じゃない。どのくらい進行してるの？もう手遅れ？あ、いえ、発見が早かったですから腫瘍を取れば。この人にも選抜で届いてるな。あ、そう、治るんだったらいいや。うわ、眠いな。ここってすることないしね。先生、悪いけど俺寝ます。こいつ思いっきり患者に対して語ってしまったけど大丈夫なのか。大丈夫じゃないだろう。なんてやつ、精神ずぶとすぎない？手遅れって言えばよかったよ。ますます腹が立つよ。こいつ問題だろ。あんなやつ、あんなやつ。あれ、これはやっぱりこれ海洋じゃないや、腫瘍だ。冗談で言ってたことが本当になっちゃった。どうしよう。そこで慌てるのかよ。とにかく先輩に意見を聞かなきゃ。そうなって上に指示を仰るのも最低だな。先輩、その香取さんなんですけど。これ海洋じゃないです、腫瘍です、間違いないです。先輩、もう一度検査しましょうよ。伊藤氏だけじゃなくて。だってだって、どう見たって海洋じゃないです。根拠がわからんのだけど。先輩、お願いします。再検査してもう一度見直してください。まあ一応やれて損はないだろうからな。 はい、よかったです。そうだね。はい、お願いします。僕少し食事取ってきます。落ち着いたらお腹減っちゃった。とりあえずだから腫瘍だって思った根拠は教えてくれないの？結局プラマイゼロみたいになったな。二人がいるね。早く行けると。どこに行けばいいんだよ。手術かな、検査かな。ああ、患者に会いに行けって話。まあ一応あいつも少なくとも研修医になってる以上ある程度の技術と知識はあるんだろうから。ただどう、何をどう見て腫瘍だと思ったのかを教えてほしかったな。こっちか。再検査の件だが、
結果は上がってきたのか。なんか思うことがありますか。いや、内視鏡検査の結果次第ではあるが、多分腫瘍だろう。なるほど、おそらくこの劇中で一番技術のあるあなたがそう考えてると。もし腫瘍だとすると、君の所見が間違っていたということになるな。そうですな。伊藤氏だけではなく、内視鏡もしていれば再検査などという手間をかけなくても済んだのだがな。そうですね。先生、検査結果出ました。先生の指示通り事務室の方に置いておきました。ありがとう。さて、検討するか。そうですね。これは間違いないですね。ステージ2に移行しています。なるほど。誤診でしたね、最初のは。まだ遠隔転移はない。早く切るに越したことはない。そうですね。内視鏡か胃がん切除術で行こうか。いいな。おい、聞いているのか。そこでショックを受けるのはなんとなくわかるけど、ショックを受けてもしょうがないからな。それはもちろんお前だろ。お前が最後まで責任を取れ。そうですね、私の患者ですからね。今回は杉田先生についてもらえ、私は見学させてもらうとするかな。なるほど。誰だって間違いはあります。でも今回はまだいい。今からでも間に合うのですから。そうですね。ですからこれからのことを考えて集中してください。よろしいですね。合併処置。よし、ではオペは3日後として上には通しておく。お願いします。まあここは桜庭が行ってくれてよかったじゃないか。その前にめっちゃ自分が担当だとか言ったことはもうなかったことにされてるけどな。内視鏡だからまた内視鏡で進んでって患部を発見しろって話か。内視鏡はともかくその後の話がやったことがない操作だろうな。さて、人を切らせてもらうか。落ち着いていきましょう。こちらはよろしいですよ。他も大丈夫なようです。わかりました。これはもうある程度は慣れたが、腫瘍となると見た目が違うかもしれないからな。おっと、しかし5分ぐらいしか時間がないんだな。多少のダメージは避けたいけどあったあった。まず手前からかな。連打かなこれ。このボタン配置いやらしいな。持ちづらいわこれで連打するの。やったことあるやつだった。これ苦手だな。でもはい、
もう一箇所奥に見えてたけど、二つでいいんだろうか。場合によってはアイテムを使った方がいい時があるからな。アイテムというかスキルか。またこの連打ね。これが一番苦手だな。あーどうも、はい、シンプル2000シリーズのザ・下界というゲームをやってます。胃がんの摘出手術ですね、これは。よし、今はちょうど手術の画面なんでアクションパート的な感じになってますけど、基本はアドベンチャーですね。ただ一番難しいのはここですけど、アドベンチャーパートはなんか人から好感度をどうこうみたいな話ばっかなんで、ここはもうあれですからね、好感度云々じゃなくて結果の世界ですからね。まあ内臓ですからね。あ、いいんじゃない。はいはい。お、2個上がった。初めてだな。結構シンプルシリーズにしてはかなり力の入ったゲームですね、これ。そうだね、それについてはちゃんと言っとけた方がいいね。で、手術は成功したよ。先輩が見落としているのかもって、そう考えたら、いても立ってもいられなくて。いや、私は医者じゃないですよ。でも良かったですよね、先輩もあのクランケも。医者がやったら多分思うことがいっぱいあるゲームなんじゃないかな、これ。あ、ちゃんと桜葉は正直に言えるかな。わざわざ呼び出して何かと思っちゃった。その話か。それなら知ってましたから、いいですよ。そんなに真剣な顔しなくても。切ったら治るんでしょ。だったらいいですよ、別に。知り合いに癌で入院してるって知られる方が嫌なんですよ。家族にはお任せします。まあそれはそういう人もいるわな。さてと、じゃあそろそろ行きます。お前はあれぞ、彼女さん大切にしろよ。そうなんですよ、ガンって言っても驚きもしないなんて。ああ、正直に言うんじゃなくてうっかりこぼすのね。僕仕事の途中でした。それでは。逃げるのか、あいつ。まずいだろう。いやー、あいつはちょっと問題だろう。またやらかしかねないからな。手術待ち合い、とりあえずナースステーションかな。第一病棟から行った方がいいのかな。てかそっちしか行けないか。事務室か。あ、医者じゃないですけど、一応まあ専門職って言われるやつをやってたんで、ね、まあでも専門職どうこうじゃなくて、常識的に考えてあれはまずいだろっていうので、愚痴とツッコミを入れてますね、このゲームは。今のところ
上司は汚職、同僚は誤信、後輩はとにかく嘘をつくっていうね、えらいことなんだよね。マジで常識的なのがあれだな、看護師の若い人しかいないな。なんか話してるな。あれ一緒じゃないんだ桜庭君と。 あいつ逃げたからな。そうですね、ちょっと一応医療ドラマ系のねあるあるを詰め込んでる感じなんですけど、かなりやばい四六時中病院になってますね。一緒だと疲れるよな。まあそうだな、まあフォローはしてやらないとな。俺は見た目あいつは猫かぶってるように見えたけどな、当たりだろ。やっぱ分かってんだね、アスマ。表と裏があるタイプだってあいつは。僕にもそうは見えないけどね。少なくとも常盤さんとの会話の時にそれは見えてるはずなんだけどな、この主人公にも。それはお前のミス、あいつがすごいわけじゃねえの。ああなるほどね、ちゃんとその辺は言ってくれますね。その悪い子だったらわざわざ指摘したりしないと思うけどな。それは悪い子とかじゃなくて、まず医者としてダメだろ。まあ基本的に先輩も上司もリスペクトしてなかったから物おじせず言ってくれたってのはあるかもしれないけどな。まあ頑張ってやってくれよ。お前は基本的に常識がないやつ嫌いだからな。僕は悪い子じゃないと思うよ。元気で明るいいい子だってみんな言ってるもの。そのことを猫かぶってって朝は言ってんだぞ。僕も行くね。先輩、こっちの仕事は済みましたよ。そうかい。今出て行ったのはアスマ先輩と小林先輩ですよね。そうだぞ、あいつらも先輩だからね、ちゃんとリスペクトしろよ。僕まだよくは知らないですけれど、アスマ先輩ってあまりいい噂は聞きませんよね。この間もアスマのことディスってたけど先輩だからな。その話も聞きますけど、アスマ先輩って強引なところがあったりするみたいです。どっからその話仕入れてきてんの。患者も切る必要がないのに自分の成績のために切るとかなんとか。同じようなことさっきお前言ってたじゃん。でも僕患者たちから聞きましたよ。自分もいつ東先生の成績のために切られるかわからないって。医師としてはあまり良くない先生なのかなって。少なくとも常識はあるぞあいつは。まあそうだ、ちゃんと言ってやれその辺は。そうですか。というか今同期で腐れんだってしただろ。友達をディスられたら怒るに決まってんだろ。そうだね、1話目でそもそもなぜこれを切らなかったっていうのを切ったからね。少なくとも切ればいいと思ってるっていうわけじゃないっていうのはあるからな。信頼してるんですね東先輩のこと。小林先輩はどうなんです。小林の手術の話は全く聞かん。そうは見えませんよね。やっぱりお前リスペクトが足りないな。いつも東先輩にくっついてるみたいですし、看護師さんたちの話ですといまいちしっかりしていないっていうか。患者と看護師にはめっちゃ話聞いて回ってるのな。仕事してるかお前。僕はやっぱり先輩についてよかったって思います。散々二人の陰口みたいに聞かされてそれ言われても、こいつ裏で俺の陰口言ってんじゃねえのと思うぞ俺だったら。ふーんだな、確かにそうだな。ふーんでいいよ。はい、
あーなるほどね。僕のことをですか。そうだね、こいつ自分を押し売りしてる感じで結局何にもできてないところがあるからな。でもまあ対人の仕事ですからね、結局。そりゃそうですよね。ああなるほどね、話が進むにつれて優柔不断だったのがだんだん固まってきましたね、こいつも主人公も。なるほど、参考になります。はい、参考にはしますけど実行は別です。いや、 やっぱこいつ辞めさせた方がいいんじゃないかな。なんで今この話で急にあれだな、自分の目に見えてない範囲のことがやたら見えるようになってきたな。こっちじゃないよ、隣だな。でもイベントじゃないのかな、なんかアイテムある？ないか。じゃあナースステーションかな。基本的にヒントがないんでね、どこに行けっていうのが。たまにあの違う方向に行ってたらこっちは違うって言ってくれますけど、バイオに、まあ、似てますね。あそこまではラジコン操作じゃないですけど、バイオよりはなんだろう、マイナーのゲームだけどブルースティンガーとかその辺に近いかな。あのこれ PS2 のゲームですけど、ドリームキャスト自体とかによくあった 3D の動きな感じですね、やってる感じは。あ、あれが近いかな、サイレントヒルの3ぐらいが近いかな。あんまり力入れてる感じはないですね、その辺に誰もいないや。じゃあどこだ。ロビーとかか。結構ここに行ったらイベントが起きるみたいなのもあるからな。いやだからその入院できるかどうかは担当医が判断するんで、必要ないって判断されたんなら必要ないでしょ。セリフ変わってないな。またレストランの方とか行ってみるかな。シンプル2000は D3 パブリッシャーっていう会社ですね。シンプルシリーズ以外だと、D3 は、あれですね、地球防衛軍シリーズは D3 パブリッシャーですね。もともとシンプルシリーズですけど。で、シンプル以外だと、やっぱりあんまりメジャーじゃないけど、ダークセクターってゲームとか作ってますね。あれこれ、いつもじゃね。なんだ。ああいつも。お前も食堂で飯食うんだ。変なやつだな。言いたいことがあればはっきり言え。ああ。
これ聞いてどうすんだよ、こっちだな。一応上司として聞いとけ、その辺は。ん？向こうにいた時の話か。そうだね、その辺が全く謎に包まれてるからな。あ、そこまで情報は仕入れてんのか。人の過去を聞いたって何にもならないだろう。参考にはなるよ。同じこと言ってな。くだらないことに興味を持つよりも自分の現在を考える。ほう。わずかな執刀回数で変な自信でもついたか。まあ、自信をあんまり持ちすぎるなってことだな。君も研修医を預かる身だ。くれぐれも後輩の前で失態を晒すなよ。まあ、その辺は気合い入れてやってるよ。うん。なんでだよ。あのイベント回避しない、した方が良かったのかな。絶対他の2つ選んでもバイタリティ下がるだろう。公衆電話だ。ちゃんとタウンページ的なのが置いてある。その辺の小物のレンダリングとかはちゃんとしてますね、このゲーム。この売店のこの感じとか一応自販機もちゃんとあるし、手術、そうですね、あの手術が今のところ一番うまくいってんじゃないかな。失敗はしてないですけど、ギリギリだったってのは何回かありますからね。迷ったっつうか、迷ったっつうか、目的地が分かんないっつうか。あ、事務所ね、はい。一応あれかな、出雲と話したことでなんかフラグが立ったのかな。出雲にしてもアスマにしても一応劇中での行動の動向っていうのは結構しっかり描かれてるんですけど、こっちが思うのとこの主人公が思うのがだいぶ違う感じですからね。主人公が結構個性がある。お疲れ様。ああ、どうした小林。うん、やっと帰れるよ、疲れた。ああ、ゆっくり休め。またまた。で、本当？激務が僕の体を蝕んでいるのかもしれないね。帰りに元気つけていこう。それでプラマイゼロだろ、お前痩せてたもん。どこか寄っていかない？僕とのツーショットは珍しいよね。やっぱりあれなんだよな、ときめも3の矢部にちょっと似てるんだよな。そう？ねえねえ、何か食べに行こうよ。そうするとあれなんだよな、白鳥なんだよな、アスマは。ときめも3でいうとこの白鳥よりはいいやつだな、アスマの方が。それは取るだろう普通。なんで取らないで選択肢があるんだよ。矢部に誘われてるから。だとしても取れよ。ちょうどよかったわ先生、大至急来て。どうした矢島さん。先生も出雲教授も連絡つかないから、そしたら桜庭先生が始めちゃって手術を。とにかく来て、緊急病棟よ。またやらかしたのか。どうしたの。うん、
今回あれかな、3つあるのか手術が、1話の中に。あ、先生大変なのよ。またあいつがやらかしましたか。桜先生が自分でやるって言い出しちゃって、時はさんをオペカにつけてやったものの途中でいなくなっちゃって。逃げたのか。もう大変なのよ、オペを途中で投げ出すなんて。やっぱりあいつやめさせた方がよかったな。あの角にいるわ先生、執刀頼むわね。もうじき杉田先生もいらっしゃるから。仕方がない、ケツを拭くのは先輩の仕事だ。ただあいつはやめさせるぞ。僕は悪くない、悪くない。ほらまたこの状態に入ってるじゃないか。たかだか上兵族、あんなの簡単だったはず。悪いのは僕じゃない、僕じゃない。やっぱこいつ精神的な方でなんかやってるから、まずそっちをなんとかしないとじゃないか。あ、先輩どうしたんですか。ああ、オペですか。もう終わりましたよ。してませんよ、僕はすべきことをしましたよ。なんかこいつ怖いな。僕が悪いわけないですよ。なんかこの話ジャンルが違うな今までと。おお、やっと殴ってくれた。ててて、いや先輩、自覚うんぬんの前にこいつどうにかしないとダメだよ。どうにかしないとダメなとこが多すぎるよ。先生、こっちこっち。そうだな、殴ってる場合じゃない。分かったわ、麻酔の時間もあるから急いで。そりゃ5上がるわ。腸閉塞、小腸に埋もれてる。これはだな、最初の方にやったやつに似てんのかな。基本的に被ってるところがあっても初めて見ないとどういうやつか分かんないですからね。さて後輩のケツを拭くか。了解です先輩、準備整いました。いやお前は出ててくれ。全然切ってないじゃんそもそも。まあ、ゲーム的な問題だろうけど。ああ、こういうこと、探さないとダメなの。わからんな。あーなるほどね、どかしてみてで、あーキャンセルで、多分ダメージ食らってるだろう。あー食らってるね。よし分かった。あんまりでもあと3つだからな、とりあえず。あー、これどかせるのね、さらに。いやーそれは、じゃあちょっと待って、もう一回こっちから行くか。違う、くそー時間がかかるな。あったか、これ。あーこれか、苦手だ。よし、よし、なるべくとは言ってもだな、こんなもん。
このまま続けていてはこのオペは取り返しのつかないことになってしまいますよ。後輩のことで必死になるのは分かりますが、あなたが続けるのは難しいようです。うん、なんか失敗したの俺。さ、執刀を変わりましょう。失敗したっぽいな。このまま続けていてはいけないことは分かっているでしょう。何がダメだったんだ。いいからそこをおのきなさい。時間がありません。時間が切れそうだった。先輩、なんで失敗したかわからんな。まあ助かったならよかったけど。そうですか、終わったんですか。あの場にいなかったことになってるのか。はい、なんとか。杉田先生がいたしな。あ、生えてるところ全部取らなかったからですかね。いえ、あ、僕も行きます。先輩、すみませんでした。お、どうした急に。すみません。一応結果往来的な話になってるけど。そうですね。はい、先輩ありがとうございました。僕感謝してるんです。本当は先輩なんて鈍感だし、はっきりしないし。ああ、やっぱりそういう風に思ってたんだな。結局なんだかんだ言ったって周囲の言いなりなんだなって思ってたんです。そうですね、話的には普通に進んでますよね。僕の方ができるかもって、そんな生意気な気持ちで嫉妬したから結果はダメだったわけですよね。はあ、少しだけ尊敬しちゃったかな、なんて。はい、少しです。まあ正直に言ったな、こいつ今。感謝はいっぱいです。僕を助けてくれた人ですから。ポンポン部分が解決してないんだよな、はい、こいつについては。あ、話が進んだ。よし、そうですね、嫌な病気ですね。ちょっといいか。いや、大したことじゃねえけどさ。ちょっとセーブできるようになったら、あのセーブしてそこで終わりにします。なあ、そういえばお前ここに来たから何人来たっけ。さあ、6人ぐらいじゃない。いや、別に。で、結局手術が回ってこないと切れないしね。でも数多くなければ上にも上がれない。まあそういう価値観だって言ってたね、出雲も。あ、俺ら医者なんてさ、サラリーマンには違いないんだろうけど、それよりはきついよな。まあ人の命を預かる仕事ですからね。朝こんな早くから出勤して、しかも帰りはいつも終電ぐらいだしな。普通は当直のバイトでもつないでいかないと、実際は研修明けて一人前って言ったところでろくに飯も食っていきやしない。いや、初めて失敗したんで。でも一応手術前にセーブできるんですよね。まああくまで一般論、俺のところはそんなに苦労してないけどさ。もしかしたらこれ今セーブできるようになったらやめますけど、後で配信と違うところで
さっきの手術もう一回試してみて、もしなんだろう、そこで分岐があったりするなら、またなんか次の配信の時に変えるかもしれません。俺はさ、なりたくてなったんじゃないんだよ、医師なんて。まあ失敗したらゲームオーバーだとは思いますけどね。でもわからないんですよね、今のところ。ガキの頃からさ、親に言われたレールに乗ってきただけだからな。気がついたら医師になった。成功したら必ず成功したって出るんですよね。で、経験値が入るんですよね。見た目とは裏腹に研修時代は地獄の辛さだったよな。今もあんまり変わんねえし。俺、やめようかと思ってさ。ほう、医者をか。ここ。あ、ここはね、それはね、そう思ってた俺も。やめた方がいいよ。めっちゃ、声でけえよ。めっちゃ汚職はびこってるよ。ああ。つくづく疲れたんだ。土方先生の顔色を伺って、おまけに頼りない杉田先生、何よりあの偉そうな出雲、もう全部合ってるな。点数や切った回数とか、あとは論文に臨床、そんなんばっかやらねえと上に上がれない。はい。しかもあいつらのご機嫌取らないと無理だしな。虫図が走るぜ。まったく、まったく。俺はもっと自分の実力を試したいんだ。あ、こいつ割と1話目のあたりとかだと野心家みたいな感じで出てきたけど、ただ常識があるだけだったみたいな感じだったからな。前からずっと考えていたことだぜ、君たち。あ、土方、久しぶりだな。さっきの話全く絡まなかったな。あ、はい、何でしょう。本日久喜教授が学会に出席される件だが、私も同行することになってな。はあ。しばらくここを不在にするが、よろしく頼むよ。ん？わかりました。くれぐれも問題を起こさぬようにな。それはどうかな。ご安心ください。うん、期待しておるよ。ああ、それとな。何でしょう。アスマ、昨日のオペ見せてもらったが、はい、なかなかいいね。ん、これからが楽しみだ。ま、頑張りたまえ。まあ、土方がああいうのはいろいろ計算してることなんだけど、はい、一応褒めてはくれてるからな。うん。ああいうところとかだな。それが嫌なんだろ。ああやって期待させるようなこと言っておいて、別に何もないんだぜ。まあ、土方はそういうやつだろうよ。土方教授とか久喜教授とか、とにかくここは俺には窮屈なんだよ。俺さ、実は最近当直に行ってて、そこの病院から誘われてるんだ。はあ。セントアンヌだ。あ、結構気に入られてさ、環境もいいし、やっぱさ、必要とされているところに行った方がいろいろと楽だろ。まあ、そう判断するならそれでいいんじゃない。少なくともここよりはマシだぜ。ただそのセントアンヌの方の環境をよく見せているのが、あの土方の今みたいな態度だというのとはわからんからな。セントアンヌに行ったらバリバリ切ります。セントアンヌです。セントアンヌ教会。大体こういうしがらみがあるところは俺には向かないんだよな。もうお坊ちゃまだから逆にしがらみは嫌だろうね。そう思わね。え？なんだよ。うん、本当にどうしたよ。お、殴られた。おはよう。今、アスマ君がすごく不機嫌そうに出て行ったけど、どうしたの？まあ、喧嘩したから、ね。どうしたの？顔が腫れてるよ。殴られたからね。あー。
これはかわいそすぎるだろ。これはアスマに失礼だろ。じゃあこれか。小林絶対勘ぐるからな。小林一応友達だからな。まあさすがに正直に言うか、殴られてるから。やっぱり東君が。けどどうして喧嘩でもしたの。ああそういう風になるの。ああなるほどね。なんでだよ、教えてよ。殴られたってところまでしか言わないのね。セントアンナ、ね、セントアンナあれ地名ですね。戦争映画でありましたね、セントアンナの奇跡っていう、あの黒人部隊の話で。アスマ君に喧嘩を挑むなんてらしくないな、うん、どっちかっていうと挑発しちゃっただけなんだけどね。だってどっちかっていうと喧嘩を止めるタイプじゃない。あ、止めたこともあったな、喧嘩を。僕はそう思っていたけどな、まさかこんなにされちゃうなんて。はあ、うん、別にいいけど。動けるようになったかな。じゃあ一応ここでセーブして終わりにしたいと思います。ただ一応これがさっきの手術前のデータなんで、こっちにセーブしといて、で配信と違うところで試しにあの手術もう一回やり直してみて、その結果によってはまた違う方で行くかもしれません。とりあえず今日はここで終わりにします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。4名様、とりあえず今いらっしゃるのは先生さんと、あとマトさんまだいるかな。まあお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。